皆さんこんばんこばは中西由里です偉人素顔の履歴書アフタートートク番組収録後に番組の中ではご紹介しきれなかったエピソードなどを番組の人事部長で歴史家の各構幸先生に YouTube でたっぷり語っていただく、はい、偉人こぼれ話のお時間です。 さあちょっと今日はあの少しフリートークの時間があるということなんですけれどもあのやっぱり私あのこの番組をしていてあの一番こう面白いなと思ったのがやっぱりこう 歴史のその液晶の偉人っていうのも本当に名前とあのもうなんかあの昔風の写真だったり絵だったりもうそのセットで暗記してるっていうだけだったんですけど、うん、なんかすごくこう生き生きと、うん、なんか人間性というか弱い部分とか弱点とかも先生にそこ教えていただいて、うん、なんか今も本当にあそこにいるなっていうようなぐらい身近に感じるように、うんうん、もういいと思いますねもう1分過ぎたら。ら あの過去は歴史なんですよ。あそう我々も歴史に生きているわけですよ、ね。そうですよね。歴史上の人物だからといって別に特殊な生活をしたかというとそうではないんですよね。なんかついついそう思っちゃってね。うん、あの我々と同じように泣いたり笑ったりしながら、えー、その仕事上の困難に立ち向かいながら苦労をしながらやっぱり生きてたわけですよね。そうですよね。だからもし全く違う時代が変わればですね、人の考え方が根底から違うような世の中だったとするならば、うん、我々ね。 過去にあるいは歴史に物事を学ぶことはできないですよ紀元前に生きた人も紀元後に生きた人もやっぱり人間として持っているものというのは変わらないと思いますねうそうですねなんかそれをすごく実感できるようなエピソードをたくさん教えていただいたので、うん、あとはあの。 今生きている人の中で一体誰がじゃあ歴史上に名前残すのかなとか思うようになったんですね、はい、この人は後世どういうふうに語られるのかなとか、うんうん、それはねいい解釈の仕方だと思いますね、うん、で角度を変えてみることそしてその全体的にその遠くを見るようにですね、えー、その人物を追いかけるその人物が有名になったそのポイントだけを見ないでですね 全体を見ることによって学ぶ点っていうのはすごくあると思いますね。我々はね、人生一回しかあの経験できないんですよ。そうですね。もう一回やり直しっちゃいけないわけで、<laughs> あのゲームのようにですね、スイッチもう一回あのひねり直すわけいかないわけです。はい。そうするとやはり同じように苦労して生きた自分も納得できるような人物、歴史上の人物に学ぶべきではないかな。その時どうしてこの人は、えー、右に行ったのか。もし左に行ったらどうなってたのかな。 えー、その我がことのように考えていけばですね、うんえー、たくさんヒントをもらえる。そうですね。なぜならばあのある程度答えは出てますからね。うん、確かにこ自分の人生にも活かせる教訓、本当にたくさんあるなというのは思いました。うん、はい。さあ番組では今後も楽しみな偉人がどんどん登場していきます。うん、はい。え六月十八日土曜日夜八時大友宗麟編が放送予定です。はいうん 大友宗麟、先生はどんなところを見ていただきたいですか。はいうん、私はあの蒙古襲来以来ですね、九州というのは喧嘩の強い人たちが集まってきたところだと思ってるんですけれども。も名称がいっぱいいますもんね、はい。その中で戦国時代一番早くにですね、九州統一に大手をかけたのは大友宗麟なんですね、はいで。もしあの時、えー、宿敵である毛利元就がなくならなければ。 毛利元がなくなったことでちょっとそしてちょっと、えー、脱線してしまうんですけども、えー、そうしなかったらなと島津によりも次に出てくるのは島津なので島津よりも先に九州制覇の王、えー、手をかけられたんではないかなそんな気もするんですけどね。そういうい可能性を、うん 感じる人物だ、うん。でね、大分の人はね、いまだにやっぱ戦国武将の大友総理好きですね。あやっぱり地元ではすごくされてる。んですね、うんあのー、宮城の人がね、あの伊達政宗、伊達政宗っていうのと一緒でね。<laughs> ただね、伊達は生き残ってるじゃないですか。はい、大友は滅んだ方ですからね。なん<ー>からね、色彩がね、あの大分の方がちょっと暗いんですね。あそうですか。うん、ええー、思いは同じなのかもしれませんけどね、先人に対する気持ちというのは。そうですね。うん そういうあの地元で愛されている武将、うん、でもそこまでこう、ね、全国的にすごく知名度があるかって言われたら、うん、またちょっとそこまで広がってないような気もするので <laughs> あのぜひね、はい、あのその大友総理の見どころもしていただければと思います。うんはい、さあ偉人こぼれ話では過去に番組で取り上げた偉人をテーマに番組ではご紹介しきれなかったエピソードを。 先生にたっぷりと語っていただきます。はい、さあ、今回のテーマはこちらです。教えて、各先生、質問スペシャルということで、はい、まあこれまで3回質問スペシャルがあったんですけれど、うん、今回は第4弾ということで、はい、たくさん質問をご紹介していきたいと思います。で、今回はですね。ちょっと私からの質問も入れていただいたということで、はい、まずちょっと見ていただきたいです。お<う>私の中西由りからの質問。うん え中世以前農民をはじめ、うん、いわゆる庶民たちに娯楽はあったんでしょうか、うん、人々は暮らしの中に娯楽を求めるようになったのはいつ頃からですかと、うん、あのもちろんですね日本の国に古代律令制といって中国からのその、えー、新しい政治の仕組みが入ってくるわけですね。で税金をどう取り立てるかでもし働かなかったらどういう刑罰にするかこういうのはもう定められるようになったわけですね。はい しかし脅されたりそのお怒られたりですね、えー、そうすると当然のことながらあの庶民いわゆる当時の農民たちもですねそれなりのやっぱ楽しみを持たなければいけない。<ー>でどういうふうに考えたかというと例えば夏祭りですね、えー、夏祭りというのはまあ現在で考えますとあの盆踊りをちょっと想像してもらうと分かるんですけども、はいえー、歌を歌って。 で広いところでたくさんの,その、えー、男性女性が集まるわけですねでこれはね朝までやるんですけども<ー>、えー、暗い間にすか集まって騒ぐのがねルールなんです<ー>で、えー、その中でカップルが生まれてくるんです。 で、あるいは、えー、そういう中で、子供が生まれる場合もある、ね。ま、うん、完全にこう夜遊びですよね。うん、で、<今>その、えー、それが、その解放された農民の数少ない、余暇になるわけです。うん、なるほど。うん、あの当時は、えー、テレビもラジオもパソコンもありませんしね。いや、本当に、あの、うん、まあ、ね、この番組偉人を。 あの中心に扱っているんですけれども、そうじゃない。まあ、いわゆる一般の庶民の人たちって、一体何が楽しくて生きてたのかなって、うん、すごく思うんですよ。はい、で、その農業をする、それもその重労働ですよね。そうじゃないですか。か、えー、もう昔なら、六十過ぎると、背中が曲がってしまうわけですね。え、うん、そういう重労働をしながら、でも余暇はあった。例えば、万葉集がそうですけれども、歌を読むというのは庶民でもやれたんですね。 日本の国っていうのはその身分によってやってはいけないことってあんまないんですよね。ねやれるかやれないかは別問題として身分による区別というのはなかったわけですね。そういう意味で言うとあのいろんなことがあの参加できたでまたその村人同士のコミュニケーションの取り方というのも非常に濃厚なわけですね。面白いなと思いますのはねその夏祭りで知り合って何人かの男性と女性がこう入り乱れるようにしてこう 付き合うわけですね。で、えー、結果子供が生まれたとしますし、はい、この子供の決定権はあの、えー、子供を産んだ女性が持ってるんですよ。あ<ー>そうしますとね、五人あの関係者がいたとすると、五、はい、人の中で自分が納得するやつを選ぶことができる。女性の方から <laughs>、はい、選ぶことができ。だからね、結構日本のその庶民の生活というのは。 一面もちろん厳しいですけれども、あの女性にとっては保護されてる部分ってあるんですね。そうだったんですね。うん、あるいはあの離婚するということに関してもですね、あの日本の法律っていうのは非常にあの簡単にできているように見えるんですけれども、うん、基本的に一旦結婚したらほとんどの場合は離婚できないんですよ。はい。例えば、えー、代替わりした場合でその先代の時に財産を持ってきてそれを使った場合とか細かく決まってましてね。うん よくよく読んでみると、あの離婚するのは非常に難しくなってるんですね。うん、え女性を保護するという意味でも非常によくできている。うん、で、えー、中世までそうですけれども、団体戦ですからね、えー、女性の結婚、えー、現在の結婚の価値観とは違うわけですよね。あむしろ結婚というより恋愛、その恋愛そのものが、えー、一つのコミュニケーションを取る手段であると同時に、えー、娯楽になってたんではないかな。うん、そんな気がしますね。分かりました。それはもうじゃあ中世以前から、うん。 それはもう庶民たちの間ではそういうコミュニケーションだったり、はい、まあお祭りみたいなことだったり、うん、それがまあ、ね、ある意味楽しみになっているはいでそれをその定期的にやるわけですねお米を植える時豊作を祈る時うん、うん、そしてそのお米が実る時、えー、時々に祭りをやるわけですね、えー、それがやっぱり一つのリクレーションだと思いますね。えー、どううもありがとうございました さあ改めて視聴者の皆様のご質問を紹介していきます。結構質問たくさんあるのでちょっと今回サクサク、はいきたいと思います。はい、最初の質問はこちらです。静岡県花ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。えー、歴史学者さんは史実から想像、妄想で人物像を作り上げるのでしょうか。人物に対する好みや好き嫌いはありますかということです。うん、まああの学者というのをどういうふうに取るかなんですけれども。 史実からというのであればですねいわゆる妄想はしないんですねえ、<ー>想像もないんですね、はい、連想しながら事実関係をたどっていくのが歴史学ですねで、歴史学には二つありましてね基礎史学というのと応用史学というのがある、ね、はい。基礎史学というのはこういう文献が出てきましたえー、皆さん知らないでしょうけどもこういうふうなことを発見しましたあるいは今まではこういうふうに読まれてきましたけどもこれってこういうふうに読むんじゃないですか解釈を変えるということですね えそういう資料から見ていく基礎的なことをこれをやるのがまあほとんど大学の先生はこれなんですねでもう一つ上がありまして応用史学というのがありましてこれは啓蒙史学とも言うんですけれどもではそういう基礎史学の上でどういうことが言えるのか今日来ている人間から見たらそれはどういう意味を持つのかこれを考えるのはあの応用史学なんですねだからちょうどその BS11 の 偉人菅川の履歴書というのはこの応用史学をやっているわけですね。そういうことなんですね。はい、えー、そういう立場で見てもらえればと思いますけども、はい、まあ人物に対する好きこのまあ好みとか <laughs> え好き嫌いというのはあるでしょうけれども、それがじゃあ、えー、歴史上のですね成果になるかというとあんまり関係ないと思いますね。そこはちょっとまた区別して。うん、まああのう付き合いが長いかどうかというのはあると思いますね。どんな研究者でもそれはあると思いますけども。はい。 ありがとうございます、はい、では続いてのご質問は、はいえー、富山県の吉和さんよりいただきました、えー、歴史に威風はないけれど威風についてもっと説明してほしいです、うん、関ヶ原の戦いで裏切りがなかったら戊辰、ね、戦争で幕府側が勝利していたら、うん、など楽しみですは威、うん、あの威のことを、えー、歴史学の世界では未練学派という言い方するんですねえー、未,未練ってあの未練たらたらの未練ですかそうそうそう 要するにそんなこと言ったって仕方がないじゃないかと「関ヶ原西軍が勝っていたら」と言ったところで<ー>実際は東軍が勝ったじゃないかとそれは未練だよとこういうふうに言うんですね。<laughs> かしかしね私はそうではなしにこのイフ「いふもしも」という考え方は非常に重要だなと。ただですね何でもかんでもね「いふ」を言えばいいかとなると、えー、そうではないんじゃないかと。はい、例えばわずかだけわずか限りの,その条件を変えるだけで見えてくる世界というのは当然参考になるんですね。 ししかし、えー、例えばもうとっくに死んでる人間をですねもしあの人がいたらとかですね<ー> <laughs> これはちょっとね飛躍しすぎない程度に考えるといい。うんはい、でありえたかもしれないわずかばかりのあ差ですね例えば、えーえー、大津城を落としに橘宗重は行ってたわけですけれども一日ずれて彼が関ヶ原にいたらどうなってただろうか<ー>これは考えてみて面白いかもしれませんね。はい あるいは大垣城を攻めるつもりだった家康が前の日に関ヶ原へ出たわけですけれどももし彼がそのまま大垣城を攻めてたとしたらその後の展開はどうなってたんだろうかで答えがない世界だけにあの楽しむのは大いに結構なんですが楽しみすぎますとね威風小説というのがあってその分野があってですねそれがまさにその世界なんですけどね遊びの世界になってしまうんですね。 そうではなしに条件を厳しくしてわずかばかりの条件を変えたときに何が見えるか見えたことによって実際とどう違うのかじゃあこれから先そのことをどう生かせばいいのかえ段階的に物事を考えてもらえたら歴史はどんどんあの身近なものになると思いますねはい、ありがとうございますさあ続いていきましょう、えー、東京都のカズさんからいただきましたありがとうございます徳川埋蔵金はあるのでしょうか 山大国の場所はどこなのでしょうか。はお、い、二つご質問いただいてます、ね。私は断言して申し上げますけどね、徳川埋蔵金はあるわけございません。<あの S 2> 時々 <laughs> あの愚かなるあのテレビ番組がですね、埋蔵金やるんです。愚かになる。愚かにな必ずかかってくるんですよ。一回。はい。出演してくれと。ああ、そうなんで,、ね、であるわけないだろうって話を私が電話口でしたら、それであの出演してくださらなくて結構ですよ、ね。<laughs> そうですよね、うん、それも番組が成り立たなくなっちゃいます、ね、大体ですよ何のために埋蔵金するのかを逆に考えなさいといざ鎌倉の時に使うわけでしょ使う時に使わないで埋蔵金があるわけないじゃないかとあ<ー>であのしつこく掘ってる人がいるんですけどね、まあ、はっきり申し上げて怪しい、うんうん、でもっと番組的に言うならば「埋蔵金今夜発見どうのこうの」とかいろいろ書いてあるわけですね。新聞の、ね、ニュース欄を見ろよと ね、もし、えー、やるならその前に乗ってるだろうと乗ってないはということは発見はなかったということですよね。ようそんないい加減な番組をね <laughs>、えー、マスコミの代表たるテレビがやるなとふざけるなと言いたいですね私は。そうですか金はありませんあないあるならね、えーそのどえー、日光にあるとかねやはりあの小栗光月之助が埋めたとかねバカなことを言う人がたくさんいますけどねならね戊辰戦争の時使えよと。 あの時使わないでいつ使うんだとじゃあ、えー、埋蔵金は、えー、埋蔵金で値したやつはどこへ行ったかというともうすでに三大将軍家光の時代に日光を作った段階でなくなってますああそうですかありませんわかりました <laughs> あるなら掘ってみろと私は申し上げたい <laughs> 山大国の場所は先生はどこだといすああの山大国は私は奈良県の桜井というふうに習いましたはい。私の習った先生は、えー、そんなことは昔から分かっていると しかし決定してしまうとあの困る人がたくさんいるので、えー、特に言わないと。言<ー>うよりも山大国論争は意味がないんですね。あ,あれ、えー、どこにあったからどこだからと言って、なんか日本の歴史変わりますか。あその場所にはそんなに意味はないということです、ねうん。あの山大国論争の所にあのおかしなところは、で我々が困るところは歴史というのは文字があって初めて成り立つんですね。で文字のない世界は考古学の世界ですから、はい、アナフリーになるわけです。 はい、穴掘りしないで文字が出てきたとなる時に日本はまだ文字持ってないんですよ中国の文献から出てきた邪馬台国の「一」が「どうの「こう」のというのは向こう側のそのわずかばかりの文章を読んでやはりこれは九州の「どこだとかひどいのは「淡路島」だとかいやあの台湾こそそうだとかもういろんなやつがありましたよ今まで。でもね面白いことに大学のまともな先生は一人も参加してません。 ね、山大国論争をやっているのはファンの人たちだけです。うもうね、お好きなようにやればいいと思います。<laughs> もう、でもうそれこそ遊びの世界ですから。かあれ、決定してなんか世の中変わりますか？私はね、そこは不思議で仕方がないですね。うんうん、まあ、もうある意味その論争がエンターテインメントみたいなところ。というよりも、私に言わせるならば、あの戦国時代の茶道と一緒で誰でもできるんですよ。何度でも言えるから。うん、で、文章短いし解釈だけですから。 あのね、山大国論争の最大の魅力は誰でも参加できることああで、えー、一言言いたい人が集まるところですね。うん、あれほどあの分かりやすいものはないですね。ああそうですか。だからまあおやりになんのは大いに結構ですけども、私は全く関心がありません。以上です。わ、ね、かりました。ありがとうございます。さあ、四、えー、つ目の質問に行きましょう、えー。鳥取県ちいさんよりいただきました。 芸能人が歴史ドラマに出てくる馬はあんなに大きくないロバみたいな大きさだったと言っていましたが本当ななのか気になりますという、うん、あのこれはよくあの課題に出るんですけれども大河ドラマで馬を見てますとサラブレッドが出てくるんですねかっこいい馬が出てくるあのかっというより大きい走る能力の高い馬が出てきます、ねはい、じゃあ日本の国産馬はどういうものかというと極めて対、えー、鼓乗せるところから地面につくだけの高さが低いんですね。 あの分かりやすく言うとあのポニー,あーあのポニーちゃんに乗るようなもんですねあそうですか 1>、うん、で1 7 5ンチぐらいの人がも<れ>しろ乗ったら足がつくはずなんです <laughs> で馬というのはあの立ちながら休憩することができるんですあ<ー>だつま先立ちになって我慢したらその間に馬は休めるわけです、はい、でそういう感覚なんですよなるほどで馬というのはあの合戦場で置いていくものなんですねあ じゃあ馬に乗っていいやみたいなの何でないあれはもう全部嘘ですああそうですかじゃ馬に乗って相手を追いかけていけるのは相手が背中を向けてる時だけですあ<ー>まあ例えばその、えー、50キロの体体重の人が、えー、ポニーちゃんに鞍を引いて鎧兜を着て、えー、指持って矢を持って乗ったとしますよね全体重は95キロになるんで,すあ<ー>で95キロの物体を乗せたポニーちゃんは時速何往で走るかって昔あの 歴史番組でやったことあるんですけど、四、はい、キロですよ。人間が走った方が早いんですよ。<laughs> ですかだからそれがわからないとあの合戦シーンのいい加減さがわからないわけです。あ,あのよくあの速馬みたいなのあるじゃないですか。何、うん、かこうお知らせをし、はい,はいはいはい。ああいう馬はいない。あれは馬をの乗りつぶしていくわけですね。<ー>走れるとこまで走らせてですね。<ー>まあもちろん馬車は決まっているわけですけども、そこまで頑張れってことで走る。でその上で、えー、その次の馬に変えていくわけです。はい、あ。 だからその一つの馬がそのあ飛馳になって走れる距離というのは限られているわけで、あの競争してももし人間を乗せたらですよ間違いなくあのあの走ってる人間の方が早いですね。なるほどありがとうございます。では続いての質問です。はい、島根県マサさんよりいただきました。はい 古代は水泉トイレだったと聞きます。古代のトイレ事情について教えてください、うん、ということですね。はい、あの、えーえー、古代にあの水水泉トイレがあったかなかったかということで言うならば、ありました。これはどこかというと、<ー>小川の流れてるところに、えー、またげるようにしたわけですね。<ー>でそれで用を足す。でところが流れていってしまうわけですから、これまた困るんですね。はい。 えーえー、肥料になるわけですから普通の家ではそれを集めて電波でこんなの使いますよねだから流してしまうことのできる人たちってはどういう人たちかというといわゆる公家さんたちあるいは神社仏閣でしかるべくあの上にいる人たちこれは許されたかもしれませんけどもそそううでなないいい人たたちはそうはいかなかったと思いますねだから何ていうのか封建制の時代明治までの日本というのはあの余るものがないようにできているわけですね。 えー、お米を作りますだからそのお米の外側の藁を使ってこれでその藁を縫うわけですよね履物を作りますよねでそれがそのくたびれて使えなくなったら電波帯にパンと掘るわけですね。掘ったらそのままそれが肥料になるわけですねだから循環するサイクルということで言うならば江戸時代は実によくできた社会ですねありがとうございましたさあ続いての質問です北海道のトムママさんよりいただきました 戦では名乗り上げてから刀を合わせると聞いていますが、農民から参加したなんちゃって武士もその作法なんでしょうかというご質問です。はい。あの源平合戦の頃はですね、やあやあ、我こそはということで名乗りを上げるわけですね。はい。名乗りを上げるためには、その地域の名前と通称がないとできないわけですよね。はい、しかし、えー、農民さん、その、その人たちに使われている人たちというのは、その名乗りを持ってないわけですね。まあ、名前の方ですね。 五助さんとかそういうのはあるかもしれませんけれどもそのどこどこの誰々というどこどこは言えないわけですね。したがってあの原兵活戦の頃はななるほど名前を言いががらやったた作法がありましたえ殺し合いですからねできるだけ美しくしようということで考えたんだと思うんですけれども「こん物語」を読んでるとそれでも源平合戦の時にすでに相手の馬を狙うとかね後にはその卑怯だと言われることをやってるんですね実際は。 ないとやっぱりいい、ねうん、そしてあの薙刀を持って最初農民はそのついていくわけですね家人というのをやってたわけですけれどもえところがその、えー、なんて言いますか馬から降りて戦うようになってくると、えー、薙刀だけでは相手をつけないか鎧かが強くあの、えー、なんて言いますか鎧兜があの強化されますからね、はい、それでどうなったかというと槍が出てくるんです、ね、南北朝の時代に初めてこの槍でこうバッと刺すというのが出てくるわけですね。うん でそうなってくると、もう合戦の仕方が変わってくるわけですね。それまでのような団体戦から足軽だけの団体戦になってくるわけですね。うん、指揮官はその離れてて行けということで言うだけで、実際に行くのは足軽たちとなってしまう。だから時代によって変わるんですけども、名乗りを挙げて戦うというのは元兵合戦の頃が最後。で、そしてもっと正確に言うと、その元兵合戦もよくよく見てみると。 えー、履行されてないところは結構多かったのではないかな。そうですか、うん。義経がその卑怯な手を使った、使ったと言いますけれども、同じようなことをみんなやってたんじゃないのかな。うん、自分たちでやっておきながらですね、義経は卑怯だというのはいかがなものかという気がしますね。そうなんですね。りました。ありがとうございます。さあ続いての質問です。宮崎県のなっちゃんさんよりいただきました。はい、昔の情報伝達方法について詳しく知りたいです。 手紙を人が運んだとか、伝書鳩とか、どんな方法があったのでしょうか。はい、で、昔からある古代からあるのは、駅伝ですね。駅,駅伝。はい。あの、えー、宿場町ですね。必ず駅というふうに言われてるんですけども。ああ駅から駅へつなぐものというのは、必ず想像、あの、存在したわけですね。 今の駅伝と一緒同じ意味だと思いますね。で,すよねで、あの駅伝のマラソンがありますけれども、はい、あれと同じように宿場町と宿場町をつないでいきながら情報を伝達するわけですね。<ー>で、場合によっては人が走ります。それが飛脚になってくるわけですねで。そうかと思うと早馬というのがあって、それこそ馬を乗りつぶしながらどんどん情報を伝達していくスピードを求めるときにはこの早馬の方ですだと思うんですけどね。こういうのをしながら、えー、情報伝達をする。 でまあ、時代とともに、あの、結構変わってきましてね。あの、割と多いのはね、あの、のろしですね。あ、のろし。のろしで、原料何かご存知ですか。のろしの原料ですか。うん、あれ、漢字で書くとわかりやすいんですけどね。あ、なんかもう、普通に、こう、うん、なん、なんていうんですかね、何でもいいからこう焼いて、ね。この後。わかるでしょ、はい、で煙は、ありますよね。はい、で、煙が高、た高く、まっすぐにな、ならない、いけないので。何でもかんでも、火つけたらいいかというと、そうではないんですね。

あるいは「えー、のろし」に代わるものとして結構使われたのが「あのお寺の鐘を鳴らすやつですね鐘をつく」「鐘つき」っていうのは結構あの情報伝達し手段としては使われてますねななるほど、まあ、いろんな方法があったんです、ねうん、あの叩き方によって例えば山賊が入ってきた村が危ない時はどう叩くかって決まってるわけです、ね、<ー>それで一斉にその危ないぞってことを知らせるわけですね。<ー>あるいは、えー、津波が来るぞっていうのも同じだと思いうですね。 伝達手段というのは必ずコミュニケーションとして必要なので古代の時からありますね面白いですね、うん、整備されてくるのはやっぱり金星に入ってからになるんですよねありがとうございましたさあ、えー、各先生のご質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます皆様からのご質問お待ちしておりますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です 放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひご覧くださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話もぜひチェックしてください毎週火曜日配信ですチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう